ここがずらーっとなってるわけですね。海岸まで。カナルートって葉っぱがかっこいいね。葉っぱが。カリオンは大した変わらない。割とね。ただあのバタフライのライトピンクなんかだと、やっぱ15度から10あの5度5度上げてやると大体2割から3割収穫ぐらい。シュートの出方がねやっぱり微妙に違ってね。それによってだいぶ違ってくるんですね。あと雪組の場合はあのこれがねあのよくボリュームのある雪姫は千葉から結構出てくるけど、割とね、これ乳白、昔この品種は乳白だって言われてたんですよ。乳白だって、乳白、乳白ってのは、まあ、多分フラボノイドかなんかが抜けにくいんですよね。そうですよね。ところがね、温度10度以上で作ると真っ白になるんですよ。だから関東東海なんかでも静岡から出てる金魚草と千葉から出てる金魚草だと、特に雪姫はもうだいたいうちの方でもトップクラスの生産者がだいたい品評が出すので、もう一目見て違いが、白さが違う、でも私選ばなくてもだいたい選んでくれるの分かってるんで、例えば品評会審査行っててもどれ選びますかってだいたい指導がパパパってやっぱ結局乳白になってるだけじゃなくてこれが出てるから、脇芽がね出ちゃってるから、ここはだいたい標高200メートルくらい、150メートル、200までいかねえぐらいかな、持ってるんですね。これかってこれが160くらい、そうそうそう、口みたいですよ。170くらいかね。下のハウスはコミカと一緒だよ、口みたいね。そこの中に入ってるさ、虫が来れねえんじゃねえかと思って、そうですね、なんでこんな形してるんだろう。170くらいなんで、だいたい、そう、なるほど、こういうことですね。そういうことです。構造、花の構造は全く一緒です。開いた突然変異で、それが変異してこうなって、でも香りを失ったのがちょっとあれだね。なんで失ったんだろう。そうですね。ただこのベルダギの花も香りのうんといいやつとそうじゃないやつとありますから。ただ生産的に言うとあまり虫とかが来ない方が。まあいいですよね、生産するにはね。受粉しちゃうとやっぱり生産性落ちますんで、気持ち性が悪くなるんで、雪姫、雪姫が1月に関東東海 の、はい、一般切り花で農林水産大臣賞を取ったんですけど、で、ちょっとね時期が違ってますんで、形は違いますけど、一番よく見るのはまずこの花ですね。花の色の揃い、色の揃いとこの詰まり具合をまず見ます。でこれのバランスが取れているか、まずここでまず一つ判断をして、もう一つ金魚草のポイントとしては、これを咲かせるために脇芽がやっぱりどうしても時間かけますので伸びてきますから、その脇芽がしっかり抑えられているか、そのためにやっぱりこの咲かせる時の温度条件によってこの脇芽のバランスが全然変わってきますので、そうするとここはうんとボリュームがあっても脇芽はほとんど伸びない状態になります。脇芽がたくさん伸びてくるほど良くない。良くないし、結局水揚げも悪くなりますし、後で使う時もその脇芽を落とさないと使えなくなるじゃないですか。でその部分のバランスが一番よく言います、特に金魚草の場合は。であともう温度条件によってこの色がね、温度が低いとこの品種、これこの雪姫という品種は乳白になります。で、実際昔は乳白だと思われてたんですが、それは温度をかけないで作ってたから乳白だと思われてたわけで、実際に温度をかけて作るとほとんど乳白じゃなくて純白になります。でこれは種苗会社の人も知らなかったくらいで、この品種はもっと色が白、もっと乳白だと思ってた。ところがこうやって作ったら真っ白になってたんでびっくりしたという話を聞くんですよ。
花色まで変わってくるんですね。全く違いますね、はい、これ結局温度によって色素 の, あの出方が変わりますので、ですからあのちょっとこう黄色がかる色素が入ってますので、その色素が温度を上げることによって消えて本来の白さが出てくるというところです。ですから品評会に出てくる全く同じ品種でも真っ白のものから乳白のものまで出てます。これあのまた見比べていただけるといいかなと思います。あ、そうなんですか、はい、大体品評会って品種名書いてありますよね、はいはいはい、この雪姫という品種は割と品評会によく出る品種ですので、はい、そこら辺の花色もチェックポイントなんですね。そうですね、ありがとうございます、はい。そう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 。ああ。これあ、これだよ。あ、霜げた。霜が降りたんで。はい。お願いします。私はあの、はい、伊豆太陽農協の管内のマーガレットとカーネーションを栽培しております、はい、杉と言います。よろしくお願いします。あのこれが、はい、マーガレットフェアリーライトピンク、フェアリーライトピンク、はい、通常ですとあのこの一輪開花で、はい、側花が少しピンクが見えた状態で、これだとピンクがあの水で咲いてもピンクが出ます。でこの状態だと硬い状態だと白くなってしまいますので、少しあのピンクが見えた側花がピンクが見えた時点で咲花というような状況になっています。じゃあこの辺りはまだ早いということですね。これだけピンクになって周りは白く咲いてしまいます。水です。そうですか、じゃあこの辺がちょうどいいんですかね、でこれは秋から最近、はい、10月から出荷ですけども、ピンクの場合には高温時には色が今ちょうどいい色ですけども、ライトピンク、こういう色が出てます。で真冬の1月2月 の, あの寒い時期、日照少なくて低温の時期はもっと濃くなって、ちょっとピンクよりも、かなりセリスに近いような。そんなに濃くなるんですか。だからライトピンクは10、11月と3月、4月が非常に本当のライトピンクという、こういう色が出てます。じゃあ今の時期が一番本来の綺麗ですね。綺麗なピンク色を楽しめる時期ですね。これから桜の咲く時期、はい、ちょうどピンクということで、ピンクということで、いい時期です。まあまともだな。あ、それいいね。こういう感じだな。あの天井が揃うからね。通常の出荷はこれぐらいで切り前で出荷しております。でこれは長花と側花が割と揃うということで、開花が綺麗に開花されます。それとあのこれも秋10月からの出荷になりまして、4月いっぱい、まあ、母の日ぐらいまでが出荷時期ということで、まあ、母の日のに少しそういう花としてカーネーションや他の品物と一緒に使っていただければという作戦は立てておりますけども、そういうのは全部作ってる。水揚げが非常にいいですね。あの輪の大きさと、感情かだけか、感情か、これの色のバランス、白とね、はい、でこの花びらの花弁の長さ、太さ、このバランスが非常に良くてですね、それと水揚げが、通常のマーガレットと比べて一番多分水揚げがいいと思います。で、側花も全てこれ開花しますので、まあ、2月3月の時点では軽く1ヶ月ぐらいは楽しめるんじゃないでしょうかね。気持ちがします。これ間違いないですね。